藤原理科は神奈川県藤沢市出身の女子プロテニス選手。湘南高科大学附属高校卒業。北日本物産所属。身長155センチメートル、体重52キログラム、右利き。フォアハンドストロークは片手打ち、バックハンドストロークは両手打ち。WTA ツアーでシングルスの優勝はないが、ダブルスで一勝を挙げた。 自己最高ランキングはシングルス84位、ダブルス13位。藤原理科は全日本テニス選手権出場歴もある、父新一と同じくテニス選手、コーチであった母みち子というテニス一家に生まれ育った。1998年の全日本テニス選手権で、当時17歳の藤原は女子シングルス1回戦で、 第一シードの佐伯美穂を破る金星を挙げ、小畑沙織との準決勝まで勝ち進んだ。1999年5月にプロ転向。2001年から女子テニス国別対抗戦、フェドカップの日本代表選手となり、それ以来シングルスで4勝3敗、ダブルスで8勝1敗の戦績を挙げている。同年に全日本テニス選手権女子シングルスで初優勝を果たす。 2002年の全豪オープン女子ダブルスで、藤原は、朝越忍とペアを組んで活躍し、マルチナ・ヒンギスアンナ・クルニコワ組との準々決勝に進出した。同年の全仏オープンでは、杉山愛とペアを組み、第1シードのリサ・レーモンドレネスタブス組との準決勝まで勝ち進んだが、1から6、7から6、2から6で敗退した。この年は、 女子テニスツアーの年間最終戦、WTA ツアー選手権のダブルス部門にも、杉山とのペアで出場し、1回戦でビルヒにあるあの、パスクアルパオラスアレス組を6から4、6から3で破ったが、続く、準決勝で、エレーナ・デメンチェワヤネッテ・フサロバ組に6から4、5から7、4から6の逆転で破れ、決勝進出を逃している。2002年度は、 WTA ツアーの女子ダブルスで30勝12敗の好成績をマークし、ダブルスの世界ランキング13位まで躍進した。四大大会の女子シングルスでは、藤原は2001年全仏オープンから予選会に挑戦した。予選会は3試合を勝ち抜かないと本戦出場権を得られないが、初挑戦だった全仏オープンでは、予選3回戦で敗れ本戦出場権を逃した。 ようやく2005年の全仏オープンで4、大大会本戦初出場を果たしたが、シングルス初戦で、マグダレナ・マレーバに4から6、2から6でストレート負けした。2005年全米オープン1回戦では、当年度のウィンブルドン優勝者、ビーナス・ウィリアムズに3から6、1から6で完敗している。2006年全豪オープン初戦敗退の後、藤原は、右手首の故障による、 長期欠場のため世界ランキングから外れ、2年半のアイダグランドスラム大会の本戦から遠ざかった。2008年ウィンブルドンで久々にシングルスの予選会を通過し、3年ぶり2度目の本戦出場を決めたが、1回戦でカテリナ・ボンダレンコに6から1、4から6、3から6で逆転負けした。2011年の全日本テニス選手権では、決勝で、 狭いエリカを7から6、6から4で破り10年ぶり2度目の全日本選手権優勝を果たした。2012年の E ボックスオープンのダブルスで、クルムダ・テキミコと組決勝に進出し、ソフィア・アルビドソンカイア・カネピ組に6、に、4、6、15で勝利して、30歳で初の WTA 大会のタイトルを獲得した。2015年、若手選手の育成。 日本テニス界を牽引するチームの育成、プロテニスプレイヤーの活動を団体一丸となって、支えることを目的として、一般社団法人プロツアーチームジャパンを設立。二0二0年三月現役引退を発表した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト四、QF イコールベスト八、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q。 イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。